はい、どうもこんにちはあ。沖縄おばばでございます。はい、えーと、いちごが好きな方。はい、秘宝でございます。はい、台湾でですね、はい、えー、日本から輸入されたいちごが541キロ廃棄処分になりました。はい、えー、台湾でですね、 えー、日本から輸入された5 4 1キロのごが廃棄処分になりました。理由はというと、農薬基準超えでございます。はい、農薬基準超えでございます。はい、まあね、えー、本来のごっていうのは初夏の食べ物なんですよ。6月とか5月とかね。その頃に、えー、なる果物でございます。 なので、えー、不自然にね、えー、ハウス栽培された野菜や果物は、こうした農薬がたくさんかかっているということが予想されますね。まあそういうことです。5 4 1キロのイチゴがパーになりましたということでございます。はい、えー、まあ、我々はね、普段こう、ハウス物を何の気なしに食べてますけど、かなり <laughs>、 かなり危ないです。はい。えー、まあ、日本の基準が緩いっていうことがあ、一因にあると思います。まあね、台湾結構厳しいんですよ、あの国。はい。えー、添加物は、ああ、漏れることなく、あのー、一つ、一つね、書かないといけないし、えー、まあ、日本とはとんでもなく基準が違うんですね。まあ、とんでもなくっていうほどではないかもしれないですけど、日本の場合ね、あのー、なんていうのかな、ああ、 例えば、加工食品なんかはねえ、使ってる醤油とかってしか書いてないですけど、そういう、その醤油の中に、何の添加物が入っているかもね、台湾の場合は全部記載しなければいけません。はい。なので、こういったね、えーまあ、食品のね、安全基準が違うんで、 ええー、まあ、しょうがないっちゃ、しょうがないですけど、でも、台湾人が食べないものを日本人は食べているということを、ええー、まあ、肝に銘じた方がいいです。それでね、ええー、安全なものを食べようと思ったら、ああ、まあ、農薬ゲ、まあ、あんまりかかってないものか、もしくはね、一番いいのは、自然栽培かね。はい、自然栽培です。あ、そう、もしくは、自分の家で、自分の家でね、 家庭菜園で取ることです。これが、あまあ、鉄則でしょうね。あとは、なるべくね、えー、まあ、売ってますけど、いろんな農薬の落としのものがね、そういったものをつく使ってね、農薬を落としてから食べること。特にね、いちごなんか、あの、皮むかないですから、はい。 まだね、あの、リンゴとかバナナとか、そういうものは、あの、まあ中に染み込んじゃった分は無理なんですけど、皮ですね。皮はむくんで、まあ、ね、みかんとかね、えー、まあ、ああ、みかんなんかね、後でチンピにする方は、あの、きちんと農薬を落としてもらわないとダメなんですけど、えー、そうやってね、あのー、皮が、ね、剥、えー、けるものはいいんですけど、いちごなんか剥けませんからね。はい。 えー、なので、えー、まあ、慎重にしてください。はい。えー、まあ、日本のごを食べるときはね、えー、やっぱ農薬落とし、使った方がいいですね。いろいろあります。はい。えー、売ってます。はい。えー、ほとんどね、農薬っていうのは酸性なんで、アルカリ性のもので中和はできるんですよね。はい。 えー、なので、そういった知識も持っていると、食品っていうのがね、えー、安全に食べられることと思います。まあ、100%安全ということではありません。はい。ベストはできませんから、ベターです。ベター。はい。はい。ベターでいいと思います。はい。えー、なのでね、えー、そういうことで、えー、まあ、まあ、台湾のね、えー、お店でね、 えー、まだ台湾のお店開いてないんですけど、店主さん帰っちゃってますのでね、台湾にね、えー、戻ってきましたらね、台湾のお店でいろんなものを買うことにしてます。はい。まあ、台湾の方がね、まあ、これ言っちゃうと、あれなんですけど、台湾の食品の方がちょっと信頼できます。はい。<laughs> ごめんなさいって感じです。はい。まあ、問題もありますけどね。 ただ、あの、全部書かなくちゃいけないっていうことはね、日本はもうやってないですから、はい。えー、なのでね、えー、まあ、台湾のお店のね、店主さんが帰ってきたら、ちょっと高くてもね、台湾の、あの、まあ、調味料とか、はい。そういうものを買うことにしてます、はい。えー、まあ、話それちゃいましたけど、とりあえず、日本のね、えー、食べ物を食べるときは、あ、きちんとね、 あの、市販で農薬落としとかね、あと重曹でもね、ある程度中和できます。はい。農薬はほとんど酸性なんで、アルカリ性のもので、えー、中和できますんでね。えー、皆さんどうぞ、こういったものをね、利用して、えー、まあ、安心してね、いただけることが多いと思いますのでね。よろしくお願いいたします。はい。えー、それからですね。えー、まあ、これいいかな、後で。はい。 えー、まあ、そんな感じです。こちらのね、記事、概要欄に貼っておきますので、どうぞ、あのー、ご覧くださいませ。 えー、そしてですね、えー、記事の最後の方に上海ガニが出てましたけど、上海ガニも汚染がひどくて、えー、全部破棄されたみたいです。まあ上海の海でね、取れるカニなんで、あの海汚いですからね、汚染あるのは当たり前です。はい。えー、海産物類もね、なるべくね、綺麗な海、はい、えー、綺麗なね、えー、海で取れたものをいただきましょうということです。はい。 それでは皆さんまたごきげんよう、沖縄おばばでございました。